デデデデデデスデデ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 デ通称と検定機は片付けができないという感じですよ。おい、お前ら、手汚く失言でおい、頼むせよ。部屋を一つ貸してもらってですね、そこに新たな場所を作ろうと思います、一旦。あそこ、場所作ってよっしゃ、一旦どけることで整理がしやすくなると。それこれも全部持っていこうと。いや、めっちゃめんどいなぁ。降りよ。ちょ、待って、餌持って、餌持って、待って、気づいたら何なわけないやろ、お前早いけ。洗濯物して、あ、ガーガーガー、ジャーマン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 、すいません、持って、こうなっております、今。あ、うわー空箱でよかった。じゃあ、あのね、こういう収集癖もダメやと思う。このね、もらったさ、靴箱を大事にしすぎやって。すいません、ごめんなさい。見て、コウさん、ここ通ってみて。ドアも、あ、コウさん、行けた。来ました。な、どうした、どうした、どうした、わかった、わかった、ここ通ってやっけ。あはははははは、中も通ってんねん。中も、ありがとうございます。今回用意してもらいました。ありがとうございます。はいはい、行って行って、進もう、行こう。よし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 。通れない家、通れない。あ、俺も真剣に話しました。あ、お母さん、お母さん、マジお母さん、マジ通行人の家。いや、通行人の家。ちょっとでもやってよ。頑張ってください、お母さん。うおー、すごい、すごい、お母さん見たこと、とんでもない色白。え、ここって海賊船？海賊船です。まずこの第一関門。おお、やよっけでなった。早っ。じゃあ終わりっていうことで。はい、え？エスリアが出てきました。俺が買った服が捨ててと言ってるのに全然捨てられません。これ誰かもらってください。僕は大学生の時に買ったコートです。すみません。はーい。食品。食品出ていくよ。だから食品だから左側にも置いて。はい、ナイス、ナイス、ナイス。食品は左側。ナイス、ナイス、ナイス。一番かり、頑張れ、頑張れ。お前ら行動せずに外で待ってるだけのやつら、行動してるやつが一番勝ちやから。どんまーい。はい、はい、ここで仕切ってるやつが一番偉い。こう、はい、はい、お前ら雑魚、モブ、モブ、はい、モブ、モブ、モブ一丁。もっとモブ。モブいけ。タバコ見つけました。小物入れてください、これに。ダブルスライドラック来ました。これどそれ変異って。落ち着きましょう、落ち着きましょう、落ち着きましょう、落ち着いていこう、落ち着いていこう。お前、お前、京子さん、ブチ切れで隣で俺おる気持ちわかるか。おれよ、おれよ、お前、お前、おれよ、おれよ、わきわちがわかるだろ。京子さん、チキンが、チキンが、お兄ちゃんかわいいよ。お前ここ来られへんやろな、お前京子だったら行かれやろな、あれ。誰がおぼろできんよ、お前来い来い、お前かっこいいよ、お前来いよ。お兄ちゃんかわいい。分かった分かった、言い付けのように言ってるよ。お兄ちゃん、小田入隊です。おはようございます。洗剤です。洗剤いきます。洗剤いきます。お母さんどうするか決めてください。お母さんどうするか決めてください。蔵を来るまでに。
酔いまーす。あ、開いてる開いてる。さっきと違うよ。自分かっこいいよ。決めてみて。何？何年か前のケチャップ出てきました。おめでとうございます。いける。米通ります。米通ります。米通ります。どうお前やれよ。やれよお前。やれよ。お前やれよ。お前いけ。すごいもう終わりや。もう終わりそうですね。壁の先には行ったお前マジでさ。はい、行くよ。はいはいよ。まだニューロの Wi-Fi 出てきました。返すやつ出てきました。返してください。早急に持っていってください。スーさんの可愛い写真出てきました。可愛いでーす。何にも考えてないのか。何も考えてないのか。もう忙しいな。お母さんが2人いるじゃんね。迫力が違いますよ。 4D4D4DMAX。 お母さんと京子さんで今あれよ、あのパラレルサウンドパナソニックの後ろと前で聞くサウンド。そう、360度送り。うん、ありがとうございます。開いた先にはなんとちょっとこれまだ京子大変室入りまーす。うわー、ここ僕の部屋殴り合い、血出た方が負けな。血出た方が、気絶した方が目あれ、みんな頭おかしくなってきました。頑張りまーす。うしょーたスイッチ。うわー、シンゲです。ごくんち、コウさんの体幹手術できました。売ります。ちゃんとあのこれモザイクですけど、本名貼ってます。あ、もう無理や、これは無理や。 いらっしゃい。撃ったんですよ、実は。すごくないですか、これ。撃ってんの？撃ってんの？数十年前の自然薯。みんな頑張れ。すごいことになってる。ちょっとエコカットが家の中で。
僕です。キノコヘアです。お前誰に何してだった？これなんですけど、よく見てください。あのチンチン丸出しです。なぜか。あのチンチンがない？あるわ。なくね？ある。な、いやほぼない。なんでこんな嬉しそうに恥ずかしそうにチンチン見せる？なんでこんなあざとくチンチン？お。じゃあ、ね、これ返してくれ返してくれ、このために払ったから返してくれこのために俺あのミッキー金縛りの時チューに打ててんなめっちゃ怖いからやめて電話おかしい怖っ何なんだろうこれ、うん、いや終わらんってこれいらん いつ見返すんだ俺機関車トーマスいらんいつ見返すんだ俺機関車トーマス今日も頑張ろうだからいや思わんやろ機関車トーマスあれこんなんかべっぴんさん見たことないわこんなべっぴんさん見てめちゃくちゃべっぴんやんこれ腰やな誰これえ次やろいや遊びすぎやろどこまで反抗してんいや遊びすぎやろなあなあないや遊びすぎやろあっあっあーやめてお母さん通帳よそれはあーあー貯金額を確認しましょう0円です歯磨かれこれ見てみ、うん、こっちも削ってない、こっちも削ってない残したのそれ見て見て、大きなマッチみたいな削ってないあのもったいないなんなんさ、言うたのもったいないね、全部いますお、お母さんそんな、お母さんなわけこれめちゃくちゃ怖いやこれお母さんお母さんこっち見てどうして？自己紹介用に入れとこうこれ。私の若い子の写真持っとこい。やんわ。その時石油王に言われたの。ちゃんえー、ぐーって、あの時石油王に公開されてた。片足入る。JK か。ではおるからお母さん。思い出というこの大きいお腹に。どうしたのかな21歳半ぐらいとかな、うん、うわーって走ってきてバンってつまずいて頭ガーン打って君の前まで削ってついよこれなんかこれ知ってるわこれ覚えてる覚えてるなんか知ってるなんでこれ覚えてんやろはいあんなボロクソだった家が、あ、ボロクソ、魔界、あ、うおっ調べてどうしようもないなどうしよう
おい、おい、こんなみ、こんな、こんな3ついっぺんに剥がれることあるか。だからもうどう言って、お前ら邪魔で、もうお前らが邪魔で全然キレくなったか分からん。でんでんでん、なんということでしょう。普通の部屋に元通り。でん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 、お父さんはずっとあっちの部屋で貯めてくれたわけじゃないですか、整理してくれたわけじゃないですか。ああ、そう、ということで、あの知られざる奥の部屋へ行きましょう。皆さんいいんすか、いいんすか、はい。やばっ、やばっ、広いよ、めちゃくちゃ広いよね。この部屋ね、おかんのものがあるから結構ちょっと圧迫されてるかもね。30%カットぐらい。あとピアノ弾き放題です。ここは、ここあれですか、うん、もうなんか荷物入れとか、うん、もう一回。なんと今日から部屋抜きます。やったウーさんに協力してもらって、なんとか荷物を全部ちょっと場所移動させてもらって、やっとね、ちょっと人間らしい生活ができると。やっと人間生活できるやん。だからその YouTube 始める前からもうやっぱここも使われへんかったもんね。俺が生まれてきてるからもう普通に使われへんかったんよ、マジで。そう、これだって。ここだけそうかって、上もほぼそうかって、なんか全部そうかって。ここ誰が住むんですか。それはだね。ピアノリ、これはもう自分で捨てていいってこと？ちゃちゃちゃ、お前おかえりぶち殺されるかお前。このピアノはしっかり上手くなるまで弾かないといけない。出られへん。でもこのも色変えたいさ。やみそう、やみそう。昭和っぽいっていうの。え、このアクリね。いやいや、まあね、何十年も変えてないからもうアクリがさ。お疲れ様です。ね、ちょっと。哀愁漂いますよ。パンパンだよ。お疲れ。お疲れ。これなんで俺が。会社。え、これはジャンキーが決まるんですよ。いや、もうって。俺に告したいって昨日言ったよ。言ったよ。めちゃくちゃ。おお、すごい。でもこれはここもなくなるし、あっちもなくなるから、これもなくなる。えも。これもなくなる。これもつまりかける。色ずっと言うとここはめちゃくちゃ広くない。いい物件っすね、ここ。あ、いい物件。いいやつ。いい物件。あ、あ、これあれじゃないですか。じっちゃん全部総取りしたやつですね。電波ジャックしました。電波ジャックしたやつ。自分の部屋が持ってる、あの小学生でも一人部屋持ってるのよ。20超えたやつがやっと3人のやつ、やっと1人。これめっちゃ嬉しい。みんな分かるか分からんか。当たり前ちゃうからね。弟の部屋とかも見れると、これ楽しみだね。うわ、誰かエロ本隠すんじゃん。一番やばい。ちょっとエロ本一番好きやから。エッチな本一番好き。普通やったら本物みたいになるからね。一人部屋ができることを思います。ただ片手にミスターなかったようで、胎児から思ってましたからね。一人部屋来てみたらもうなんかアイビアやとしてね。いや、アイビアっていうのやめて。はい、ということで、曲のようなところと思います。皆さんね、まだまだ続き見たいよって方は、チャンネル登録、いいねしてください、たくさん。ということで、ま、けど、あの倉庫、2、3ヶ月後になったら、帰ってくんないけどな。何がある？何がある？何もない。なんかある。